松田健太さん、ありがとうございました。では今日も元気にちいかわ占いです。今日最も良い運勢なのは獅子座のあなたです。過去の失敗を挽回するチャンス到来。自分の考えを口に出す意識を持ってください。ラッキーパーソンは同じイニシャルの人です。5位の蟹座の人は忙しくても作業は快調に進みそう。得意なことから片付けましょう。7位の双子座の人は意図を勘違いしてミスをする恐れが。問いかけには慎重に返答してください。続いて10位のヤギ座の人は経験が役に立たない問題があるかも。頼れる友人が突破の助けになりそうです。そして今日最も丸い運勢の人はごめんなさい、牡牛座のあなたです。やるべきことや雑務に追われてバタバタしそう。休憩を挟んで一気に進めると効率がアップしそうです。でも大丈夫、そんな牡牛座の月を回復させるラッキーメニューは椎茸のバター焼きです。